淡路島洲本市にある株式会社成田さんに伺い、その魅力の秘訣を徹底取材しました。取材して分かったこと、その1、一人一人の個性を大切にした働きやすい職場環境。それでは実際に見ていきましょう。価値観、人それぞれだよねっていう研修と見える場所。先輩社員が手厚くサポート。子育て世代に嬉しいポイントはありますか？私はやっぱり子供がいるので、朝の保育園の、送り迎えとかもやっぱりちょっと時間が長かったりするので、あの自分の子供の送っていく時間に合わせてもらって、キッズルームも完備。ジェンダーフリーで働ける。魅力その2、地域とのつながり。困った時の何かくんで、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、自分で庭の除草とかできないっていう人も多いので、そういうのでちょっと行かせてもらって、住民委員なので直接そのお客さんとの、あの顔合わせで関わるっていうことはないんですけど、電話で綺麗にしてくれてありがとうとか、すごい助かったっていう声はすごいいただけるので、そこはもらえた時素直にこっちも嬉しいなって思います。働きがいについてお聞きしました。お困りごとを聞いていくと、やっぱ昔できててんけど今できへんねっていうお困りごと相談がめちゃめちゃあるっていう、表情ふわっと明るくなるんですよ。それがめちゃめちゃ嬉しいな。社員さんの人となりも分かる月刊成田くん。魅力その3、持続可能なため池工事。淡路島って日本で一番ため池多いんですよ。ため池って、お風呂の線に例えると、この40年50年ぐらいずっと掃除してないんです。だからただ泥が溜まってきてるんだ。で、今それを抜いてもやっぱり泥が詰まっちゃって、ため池の下下流側に泥を流せない。でどんどん溜まっていったら、農家も困るし、いろんなお困りことが出てくるという相談で言って、ああでもないこうでもない言いながら、で経済的にできるだけ早くその泥を出せる方法、ポンプをですね、あるポンプを改良しました。それを導入して、でその泥っていうのがすごい栄養満点なんですよ。それが下流に流れて海に行くと、海苔の色落ち問題であったりとか、魚が少ない問題に解決できたり、地域の役所の方もやっぱり防災面、ため池を適正管理できるよねということで、防災面でも喜ばれてるっていう状況です。魅力の秘訣はズバリ、持続可能。これからの企業のあり方を示す株式会社成田さん。地域のお困りごと解決なら、やっぱり困った時の成田くん。